はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル4月25日土曜日。今回は週末スペシャルということで、トルコリラ園の中長期的な目線からの解説をしていきます。いつものデイトレの解説に加えまして、スイングトレードにも役立つような解説にしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは早速、トルコリラ園の60分足、右側のチャートをご覧ください。 こちらの60分足は時間軸としては約1週間の時間軸となっております月曜日から始まりまして火曜日、水曜日、木曜日、金曜日という形でね縦のラインで曜日ごとに分かれているというところですねまずは週始めこちらは15円50銭を上回る形でね少しばかり反発を見せるトルコリラインでございましたが火曜日以降、ね、低空飛行が続いているというところでございます 火曜日に下げた理由としましては、他の通貨と同様にですね、原油の先物ですね、こちらが5月の原月でございますが、まあ、マイナスの、ね、価格で決済されたというところを受けまして、大きくリスクオフの動きというところで、15円50銭の今までのサポートを明確に割り込んでしまったというところでございます。 ただね、積極的に下値を、ね、更新していくかと言われれば、15円40銭付近で、まあ、しっかりと、ね、サポートが入っておりまして、なんとか火曜日、水曜日、木曜日とね、15円40銭付近でサポートが入っているという状況の中で、少しばかり、ね、株高の影響を受けまして、15円50銭、木曜日の段階で超えることもあったんですが、最終的には行ってこいという形で、15円40銭を、ね、下回ってしまうということで、相変わらずロングが取れないような状況 上値が重い状況が続いているというところでございます。これを4時間足に見ていただきますと、より顕著にねわかるというところですね。こちらが1週間ごとの区切りになっておりまして、約1ヶ月間の時間軸となっております。3月のね終わりぐらいからのチャートとなっておりますが、もうね移動平均線、この赤いラインを見ていただいた通りですね下落トレンドが続いている状況でございます。 ところどころ少しサポートが入りまして例えばこの16円のサポートだとか15円50銭ですね、こういったサポートが入るもののですね、まあ、少しばかり上げる、まあ、この上げというのはですね、いわゆるロングトルコリラに積極的な買いが入るというところよりもですね、まあ、今までショートが取っていたところが買い戻しに入るというところでね、まあ、ショートの利益確定で買われているというところでね、まあ、積極的にロングを組まれた形跡はないというような状況が続いている形で、まあ、ひたす 地獄のよううに、ね、下げていいるとと泥沼ですね、まさにトルコリラは、えー、未だに買いが入らないということで、今、先進国の、ねえーまあ、経済状況もあまり良くないというところと、まあ、トルコは、ねえー、コロナウイルスの感染も、ね、かなり広まっているというところからです、ねまあ、ポジティブな材料がないということで、まあ、あと、ね、新興国通貨ならではの高金利ですね。 こちらの方もトルコリラの方は、利下げに次ぐ利下げということでね、もう当に政策金利は10%を割っているというところからですね、まあ、日本人からも買いが集まらないというような状況でですね、えー、まあ最安値を更新中というところでございます。まあ、こういう状況の中でね、少し反転のポイントというのをね、過去の動画でもお話ししましたが、ここで復習しておきますと、まず一つね、4時間足ベースで大きな下髭をつけて、反発してくる。 まあ、そういったところがね、一つトレンド転換のサインということで、まあ、いわゆるね、セリングクライマックス、そしてオーバーシュートというような形でね、一気に下の方向に、えー、行くと、まあ、根が飛ぶようにね、落ちていくというところがあるかと思うんですが、まあ、こういったね、動きはね、一向に見られないというところでございますえ。もう一つ反転のポイントとしましては、今はボリンジャーマンドがね、ちょっと狭まっておりますが、まあ、一気にね、吹き上げて、吹き上げたところで高値でね、キープしているというところがね、一つ、えーまあ、トレンド転換のサインということで 形になりますが、まあ、吹き上げてもね今までは吹き上げてはすぐ行ってこいという形でねまあ、積極的なロングというところよりもショートの買い戻しというところでねまあ、上がっていればまあ、このような形で下がってしまうというところでございますので、まあ、一気に吹き上げてね高値更新するというようなね直近の高値を更新する、まあ、こういった動きも見られないということで引き続きトルコリラに関しましてはロングが組めないというところでね様子見をしておいた方がよろしいかなというところでございます。 えー、そして、ね、日足しの方少し、えー、レンジを、ね、広げてみていきましょう。 はい、えー、こちらもね、えー、地獄の下げというところで、今のところね反発の兆しは見られないというところでございます。まあ、ことごとくね移動平均線、これは約ね半年の時間軸となりますが、えー、去年のね11月から12月にかけては、19円付近をねうろうろしていたんですが、そこをね明確に割り込んでしまいますと、まあ、ひたすらね下げ目線というところと、あと2月の中旬ぐらいからですねコロナウイルスの感染拡大が進んできますと、こちらもね移動平均線付近 でレジスタンスを食らいながらひたすらね下げトレンドということで冷やしベースの移動平均線も一向に横ばいにならないまあ右下下がりが続くというようなところが続いておりますまあこちらもね一気に移動平均線ぐらいまで吹き上がれば話はね別かもしれませんがまあセリングクライマックスといった大きなね下落もなければ大きな上昇もないということでねズルズルと下げ続ける展開が今後も予想されるというところでございますまあ一体ねどこになったらどこを切ったらですね。 セリングクライマックスが起きるのか、それともねもうそもそももうトルコリラはね、えー、もう売りも買いもね薄いというところで、まあそういったねオーバーシュート、セリングクライマックスが起きないということもね今後は考えていかないかな、えー、いかなな行いといけないかなというところになっておりますが、まあ、今のところは、ね、大きな売りもなければ買いもないというところで、まあ、見向きもされない通貨というような状況になっております。 まあそういった中でねトルコリラ、積極的にこの安値付近だからといってロングを組むというのはねとてもとてもじゃないですがお勧めはできないというところでございますのでお試し外もねトルコリラに関してはやめていただきたいというところでございますそんな形でね今後トルコリラの実態経済としましては観光業がね今まで結構 積極的に外貨を稼いでいたというところでございますが、こういったね人、物、金のね制限がかかる中で、トルコリラに観光業というのはしばらくは戻ってこないというところと、ねあと繊維業だとか自動車工業ですね、そういったところもあるんですが、日本ですらね自動車業危ないと言われている中で、トルコの方が潤うというところは相当ないかなというところでございますま。そういったファンダメンタル的な話とテクニカル的なところで、ねまだまだロングは組めないというところがトルコリラの えまあ、現状でございますので、皆さんもね、スワップ金利、まあ、今はね、そんなに高くはございませんが、スワップ金利に目がくらんでですね、ロングを取ることがないように気をつけていただければというところでございます。またね、すぐには、もちろんね、そのタイミングが来ないと思いますが、ロングが取れるタイミングがありましたらね、動画の解説で毎日ね、配信しておりますので、そちらの方で解説をしていきたいと思います。トルコリラは、ロングは取れないというのは、継続していただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 はいえー、以上でトルコリラ園の解説を終わります、えー。今回の動画が少しでも参考になったという方はですね、えー、いいねボタンやチャンネル登録、そして、えー、ツイッターのフォローをしていただきますと、えー、私のモチベーション上がりますので、えー、よろしくお願いいたします、えー。今回は以上です。今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。